はい、おはようございます。カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイのヒューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するための、番組でございます。はい。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、あの先週もねちょっとちらっと言ったんですけど、はい、今月のね17日、はい、水曜日から10日ぐらい経ったんですけど、はい、命の映画と講演会というのを東大阪市の方でやらせていただいて、はい、で、まあ、本当にねあのコロナ禍なのにあのまあまあな人数の方が来てくれたんですね、はいはい、この間一応まあありがとうございましたみたいな話をさせてもらったんですけど、はい、あれからですねいろんな反響があったりとかしてですね、はい、いいですね。そうなんですよ、はい、やっぱあの今まではまあ比較的あの知り合いが見に来てくれたみたいなところがあったんですけど、はい、まあ、東大阪市でね、まあ、知り合いも来てはくれてたんですけど、はい、かなりな人数でも全く知らない、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかいろんな方に来ていただいていて、でいろんな方からいろんなことを言っていただいて、すごいなんかなんていうんですかね、あのやってよかったなってすごく思って、はい、もう地域のっていうか近所の方とか。そうですそうです、あのだから、東大阪エイフボランタリーネットワークっていう、はいはいはい、あのなんて言ったらいいんですかねまあまあ年配のあのご婦人会みたいなのがあるんですよ、はい、NPO 法人が地域東大阪地域の、はい、市民の健康に寄与する何か活動をやろうみたいな、で、実はその前の、はい、その講演会みたいなのはあのがんの講演会をやったんですね。がん予防はこういうことやったらいいよってがんの先生呼んで話をしてはるっていうところに、はい、なんとこの、大きな気になりたいの上映会、はい、プラス、はい私と日本移植支援協会の高橋和子理事長の、まあ、講演会というか、まあ、トークですよね、はいはい、あの臓器移植の現場ってなかなか知られているようで知られてないというか、そうでしょうね、うん、あのなんかドラマではちょっと出てきたりとかするねんけど、はいはいはい、実際現場ではどんな感じなんみたいな話をあのそこでさせてもらったんですけど、はいはい、あのやっぱり知ってるようで知らない世界なんで皆さん興味津々で聞いていただいたっていうのもあるし、はい、あとの映画を見た後だったんで、はい、あのものすごく真剣に聞いていただきましてはい、まあまあ、 あの監督としてまあ嬉しいというか、はい、嬉しかったのはやっぱあの作品中にね、うん、あのここっていうシーンが2カ所ぐらいあるわけですよ、はい、でそこでもうあの確実にすすり泣きの声が聞こえてきた時、うん、ああなんか分かってもらえたんだなっていうのすごい、うん、あの実感できたっていうのもすごいありがたかったですし、はい、やっぱ反応がねそこでねこう感じれるっていうのはいいですね。そうなんですよ、僕この間ね、うん、ターコイズの空の下でっていうね、はい、あの柳楽優弥君が主演した映画の舞台挨拶を取材行かせてもらったんですよ、はい、でそこでねあの監督の健太郎監督っていう人がいて、はい、この健太郎さんが言ってたんですけど、あのやっぱね映画ってお客さんがいてお客さんに届けて、うん、その反応を聞いて初めてやっぱ映画やなってつくづく思うっていうふうに彼が言ってて、そのなんかハンブルグかどっかであの上映をやったらしいんですけど、うん、あの多分映画祭かなんかで、はい、すっごい反応やったらしいんですよ。もうなんか1000人ぐらい客がいるところでやって、すごい反応で、その反応を直に感じることができたってすごい幸せやったという話をしたんだけど、でこの緊急事態宣言が明けるとか明けないとかでこの映画もどうなるかっていうのは正直分からなかったんですよね。でそれが今回明けた後での上映やったんで、もうお客さんの前で見せることができるということで、その反応を本当に直に聞けるのは嬉しいみたいなことをすごい言わはったんですよね。やっぱり僕もそれはすごい上映会で思ったし、やっぱり知り合いじゃない人がそうですね、あの見に来て言うてくれはるっていうのは、まあもちろん知り合いに見に来てもらうのすごい嬉しいんですけど、届けたいという友達でもたくさんいるんですけどね、でもそうじゃない人たちから見ましたってあれがねみたいな話とかされるのがすごいやっぱり作った人間としては嬉しいというか、そうですね、何もそのねなんか先入観とかなしでね、そうなんです、何にも関係なくこう見てくれるっていうのはありがたいですね。めちゃくちゃありがたくて、まあなんかあの改めてやっぱこういう作品作りをするっていうのはあのまあいいことだなというか、そうですね、あのまあどんどんそういうメッセージをね、はいはい、あの伝えていける映画っていうのを作っていきたいなって改めて思わせていただいたと。やっぱりね本当にお客さんの感情がね、ちょっとこう感情に触れられるっていうのがすごいやっぱりいいですよね、あのだって舞台でもそうでしょ、舞台はもう芝居生なんでね、ね、いい時悪い時もすぐ分かりますからね、リアルに感じますからねもうものすごいあの反応がね、すぐ来ますからね。そうですもう、はい、ね、いやいやいや、だから本当にあの反応をもらえるっていうのを、まあ、こう作って出せるっていうのは本当に素晴らしいと、ね、素晴らしいことです本当に、うんうん、とつくづく思ったなというのをちょっと言わせていただこうかなと思いまして、はい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 、ちょっとお時間いただきました、はい、ほんでですね、はい、
今日からですね、はい、あの2週間かけて、はい、あのいやいやあのあ来るよ来るよって言ってついに今日月末になりまして、はいはい、ついについに、やってまいりました、はい、この時がこの時がはいということで、はい、お呼びしたいと思います。はい、はい、番組新レギュラーのシスター K さん、はい、お願いします。ほんでコーヒー持ってきたの。喉乾くやん。喉乾くな。喉乾くな。はい、あんま喋ったことないからな。メロディーがなしで喋る。あ、メロディーなしで喋るのね。せやね。せやね。そうそう。けどなんかこの間なんかだいぶ喋ったりとかしたのすごい楽しかったらしいやん。え？いやおもろかったやろ、なんかこの間の収録が。収録が。いや、髪がかってたな。え、見た？いや、マジで。いや、見て。いや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 、見てほしい、見てほしい。前回も見てほしい。歌別にいいから、前半なの。歌ええんかい。いやいや、もう喋るよ、見てほしい。めっちゃうまいこと、キャッチボールできてたな。見た？バッチリ。見てるよ。そりゃ見てるわ。はいはいはい。そうそうそう。見てなかったら、バッチリ。ほんで、今日は、あれなんよね。歌いに来たんちゃうよね。な、そうやね、歌だからなんかもう楽器も何も持ってきてんやろ今日。それな、うん、言いたかったよ。何今日言いたかったのめっちゃ内緒にしてたよ。何をあのな、あの昨日かなんかメールで明日の願い歌どうしましょうみたいな話してたでしょ。ああ、やったよやった。ほんでその時に実は私その前まで遠征行ってて。あ、行ってたよな。ほんで最初大阪降りた時にスタジオに、うん、聞こえました。皆さん聞こえました。今聞こえました。スタジオにウクレレ忘れてきて。だからかよ。だからかよ。もう包んで包んで。いや歌わなくていいと思いますいやなんかさ歌なしでみたいなの書いてきたら、あれどうしてんの。だってな昨日夜、うん、夜帰って気づいて、うわウクレレ忘れて。あ、どうしようと思って、え、でも今日私英語あんたウクレレアンバサダーちゃうんかい。そう、あんとってまいり今から音声なしでそう、ほんで忘れて、ほんで、あ、いや今から取りに行くんしんどいなとほんで、いやでも今日ね、うん、いや明日レッスン終わって速攻こんかったら間に合う、間に合うな。え、じゃあもう取りに行かれへんやん。うん、無理やな。これはちょっと日浦さん今ちょうどなんか歌どうしよう迷ってるか丸め込んだろう。俺丸め込まれた。そう。丸め込んで。いやいや、俺はどうするって聞いたら、いやもちろん歌うよって帰ってくると思って聞いてるのに。どうする言うたら歌なしで行こうか。歌なしで行くんかい。ないねん、ウクレレ。わからへん。マジかよ。いや、これちょっと。言おうと、うん、ネタやな、ネタや、ネタとしてやな。もうそっと置いとか、はい、もううずうずするけど、はいはいはい、分かる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 、だからめっちゃ良かった。ほんで今日はだから歌わん代わりにプレゼンすんねんな、うん、歌わん代わりプレゼンすんねんな。そう、で何のプレゼンすんの。いや、もうプレゼン、あ、まあまあもうシスター系のプレゼンやな。前もプレゼンの意味がわからなかったプレゼンの意味わからんからプレゼントを言ってたもんな。歌のプレゼントします。プレゼンって何やろみたいな、なってるか今日も全く分かってないから、はい、プレゼントは、はい、これはプレゼントしていいのかっていうのをプレゼンしようか。ああ、オッケーオッケー、分かったプレゼンの趣旨に合ってるのかっていうのを、うんうんうん、いいよ、うん、全然 OK、 そう、探り探り、毎月出してみて、ね、これプレゼン、え、これはプレゼン毎月やる気かよ毎月やる気満々かよ、プレゼンになるんだなみたいなやってみて、だから、まあ、とりあえずちょっとテーマないとな、テーマがないとプレゼンにならへん。なるほど、うん、そうそう、あの結論を言うてから始めるのがプレゼン。あ、そうそうやで、そうやで、だからまあシスター K とはっていうのがプレゼン内容やったらもうそれでいく。それちょっと幅広いわ。幅広いか、幅広いな、でも確かにな、うん、結構生きてるから。いや、まあだからそん中のこの辺みたいなんで言ったらいいやん。そん中のこの辺お前何も考えてきてないやろ、ほんまに。いや、ほんまに何も考えてきてないやろお前とりあえずなんか、なんきた、うもうこう不安やねん、ないし。せやろな、不安やろな。なんもないやん。はい、なんでやろ、とりあえず、はい、皆さん、あの今日はシスター系とはこんなやつですという感じでいきたいと思いますので、判定員の皆さんよろしくお願いします。もうこれ、早いかんが進まへんわ、これ。やばい。
え、プレゼンや。プレゼンや、プレゼン。プレゼン始まるよ、始まるよ。あ、大変。はい、大変やね。はい、行くよ。準備よろしいですか？はい。いえいえ、私はもう、今経っても準備はできます。うん、だからもうさっさと俺のペースで始めさせてもらうから、行くよ。はい。はい、それでは行きます。このプレゼン、ありかなしか、スタート！はい、今日は、日浦さんとタッグを組んで、タッグ組んでんの、ね、これタッグを組んでプレゼンしようと思います。なんかもういきなり巻き込んでるやろ。いつものパターンやな、この人の。言ったやん、昨日。言ってないよ。はいはいはい、連帯責任で。ほんで何やに、何しようかなってここで言うなよ。私プレゼンがちょっとわからないんですけど、はい、昨日ちょっとヒントをもらって、どんなヒント？ブラウンの服を着てこいよと、いっぱい持ってこいよって言ってくれたから、私これ、はい、かぶってきたね。はいはいはい、なので今日これをやろうかなと思います。はい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 、そうね。はい、みんなにはちょっと見慣れない。で、これとこれこれね。はい、これこれこれ。これもそう、これもそう。そう、生地が見慣れないと思うんですけどね。はい、これ、アフリカの。アフリカンバティック。アフリカンバティックっていう、まあ有名って言ったら有名だけど、一部の人には有名なんですけど、日本ではなかなか手に入らない。そうですね。プリント生地っていうのはよくあるんやけど、それはもう言ったら中国産やったりとかっていうので、うん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 、私取り扱ってるのがナイジェリアの、コットン 100% で、向こうのママたちが手染めしてるっていう。染めてるんだね、これ。そうやね。これがすごいよね。ほんで、うん、同じ、例えば6ボース、これ星ね、星のマークのが、うん、今年この色がリリースしましたってなっても、来年、おばちゃまたちが塗るときも、この色合い覚えてへんのよ。なるほど、なるほど、なるほど、同じの作られへんねや。同じ柄やのに、色ちゃうね。ちゃうね。なるほどね。なるほどね。色がちゃうくて、同じの買おうと思っても、来年は買えない。っていう状態で、私毎回6ヤードぐらいずつ買ってるんやけど、それで作れるのが短パン3つぐらい。おぉ、うん、その歯切れで小物とかを作るんやけど、ほんまにもう手に入るんが難しい商品っていうこと、うん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 、で、向こうの人が作るとやっぱりクオリティが下がるから、生地だけ買ってこっちで塗ってっていうのを売ってて、それが、あれですね、ブラウンスタイリーっていうね。そう、ブラウンスタイリーっていうブランドをやってます。ブランドをやってます。実はね。はい、で、この、だから、このマスクもね。そう。実は、あれなんですよ。この番組が始まった時に、プレゼントとして、視聴者プレゼントですみたいな。あ、もうやってるよ。そうそうそう。だから、登録してくれた人の中から抽選でとかって言ってたけど、全然けえへんかった。全然けえへんかった。ない1回目。5回目までやっててんけど、5回目ぐらいまで。マジで。そうです。それは残念やったな。1回もけえへんから、そのまんま繰り越し繰り越しで、うん、同じやつしてる、ね。みんな損してるわ。いやいや。で、俺はちゃんとやってるよ、これは。うん、やってますよ、はいはいはい。この形も、一般のやつって結構ちっちゃいやんか。そうですね、はい。ちっちゃいのが嫌やから、そうそうそう、顔に見えるように。そうそう、俺でも大丈夫やからね。俺の顔の大きさでも大丈夫やからね。ギリギリな。ギリギリかい。ギリギリかい。もう一回もうちょっと大きいの作ってさあ、気になが あ、そう、そうやんな、そうやんな、もう一回りいくなと思ったから、今度よろしく、今度よろしく。ここ普通の人がすると、はいはい、この中実は唇ついてないの。うんうん、ついてない、ついてない。喋りやすく、こう唇がついてないように作ってて、だからめちゃくちゃ楽ちんで、はい、買った人はなかなかリピーターで何枚も買うっていうのが多くって、はい、マスクの宣伝？いやいやいや、だからそういうのを作ってるんでしょ？あは、ブラウンスタイリーでね、販売してるでしょ？マスクの話しかしてへん。いやいや、マスク以外も、いや、マスク以外もやってるよ。やってる、やってるよね。進めて。帽子もあるよ。あ、帽子も。こんな帽子誰がかぶる？え、いや、自分かぶってるやん。私しかかぶれへん。そうなんか。大丈夫？いやいや、かぶい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 。かぶって、うん、もうマテリアルみんなこれかぶって。かぶって、それで。そう、そうや、だからマテリアルに置こうっていうプレゼンしようかな。はい、置きます。いやいやいや、もう置きますよ言うてるから、もう話、その話はもう置くから、後から置くから、収録関係ない、マジな話す、ま、すいません、マジ交渉でした、すいません、じゃあプレゼンはそれはやめといて。さあ、でこれ今6房製とこの白黒のやつしか、これボタニカル柄っていうんやけど、はい、それしか見えてないからね、みんなに今日はどんな柄があるんやろうっていうのを見せたいなと思って、お、ナイスなん持ってきた、はいはい、まずこの完全にアシスタントになってる。この柄、これね、カラフルやなって思うんやけど、これケンテ柄っていうのよ。ケンテ柄って言って、トラディショナルかな、向こうの、伝統的な柄
でこうケンテ柄っていうのが色これとこれはまた違う生地なんやけど、このケンテっていう種類の、うん、あのデザインの生地をまた手に入るのめちゃくちゃ難しい。難しい。全然手に入らへん。みんな人気やからこれが。これでもあれでしょ。あの生地買うのはほんま向こうの人から買うてる。そうやね。ゴム系がで。ナイジェリアの人から買うてる。そうそうそう。青空市の人に見に行ってもらって。そうそうそうね。ある出た。いやだからその生地の入手の仕方からしてものすごい独特なやり方やってるんですよね。だって普通に売ってないやん。普通に売ってないからね。そうそうそう。生地屋さん行って買えるんじゃないんですよ、これ。そうなの。あの現地の人が買ってきたやつがこれやったらこれで作れるっていう話、ね。そう。だから1回目の選択は手でやらなかん。染まってるからね。ああ。染め粉が出るから。なるほどなるほど。で、糊も剥がさんといけんからっていうので。うんうんうん、でもこれがケンテ柄。これ一番大人気。ほんでこれが、これ見たら、アフリカ の知らない人でも知ってるかもしれへん。これめちゃくちゃ有名なサークル柄ドット、はいはいはい、これはもう何十種類っていろんな色が出てるわけ。そうそうそう、いろんなパターン。でもこれを着てたら、あの人アフリカンバティック着てるってすぐ分かる定番の柄がこんなんがある。他も見る？もう見て終わろう。そう、こんなんあんねん。これは2年前に出たやつ。めちゃくちゃイケてるヒョウ柄。バティックでヒョウ柄ってもう何のこっちゃ分からんやんと思って。もうこれほらあれよ、あの三宮とか行ったらめっちゃ売れんじゃん。三宮とかあと南のあの南の方のあのおばちゃんとかおるとこに行ったらめっちゃ売れると思う。でもこれいいやんか。ブックカバーおばちゃん買わへんやろ。まあな。これはあ、これメガネケース。メガネケースですよ、おばちゃん。おばちゃんにプレゼン。これ、まあ、おばちゃん見てないと思うけど、おばちゃんメガネこれかけへんやろな。私作るのしかも一つの商品デザインに対して一個しか作らないの、生地。だからこの生地をがもし売れたら同じこのメガネケースの表柄も作らないわけで、違う柄を作るの。だからもうオンリーはもう世界で一つだけっていうのがコンセプトでやってるから、みんなこうやって揃える人は必死で揃えるっていうね。こんな表柄もあれば、これ男の子にすごい人気の柄、うんうん、これね。でこれほらだからここにねちゃんと書いてあるんですけど、あのブラウンスタイリープロデュースとバイシスター系って書いてある、ね、ありがとう、はい、そうそうそう書いてる。そういうの言われへんな。アシスタントですか。ほんま助かる。ちゃんとタグ入ってる。そうやな。バズやったら炭酸一気かかってるもんな。知らん、そんなんしてへんわ。してへんわ。日浦さんがね、誰が炭酸一気やねん。ビール瓶一気にしてそれやんねんから。買ったら大阪さんする言うてるから。はいはいはい、あとこんなん、イチョウ柄。2分前です。あ、もう全部出そう。ちゃちゃちゃーん、めっちゃいろんな、今日はこんな柄があるんだっていうのを見てもらおうかな。こうやって並ぶとめちゃくちゃおしゃれなの。でこれカバンとかね。そうなの。私のインスタでね売ってるんやけど、お洋服とかも売ってるんやけど、一番最初はやっぱ抵抗あるやん、これね着るのな。誰に喋ってるの。俺全治できんかなと思った。カメラ忘れてもらうな。だからね、こうやって小物からカバンの中とかインテリアからね変えるとね、なかなかいいかなとね。そっからハマっていってインテリアをこのバティックで合わせるとかやると、カバン開けるのも楽しいかなと思った、ね。俺でも結構このマスクおしゃれですね。言われるやろ。そうやね、もっと言うて。そうやね。みんな日本人気づいてないね。そうだからこれね、何のプレゼン？いやだからあのブラウンスタイリー。あ、そっか、ブラウン。忘れてたよ。でもね、はいはいはい、私ショップ持ってなくて、一応アーティストなんで。そうね、うん、そうそうそう、アーティストグッズ会場限定とか、まあインスタ、はい、フェイスブックで直接なんだけど、はいはい、彼女のライブ会場行ったら全種類が揃うんですけど、そう、はい、そうでなかったら各地に点々としていて、いろんな種類のがあるんで、ね、そう、いっぱい店舗置いてもらってるから、はい、インスタで見て、はい、もう説明できん、はい、ほんでここの店にも置くかもしれへんって話ね。マテリアルに置こうかな、うん、置けることに、はい、丸やったら置こう、丸やったら置こうかな。ってことはバツ出されたらあかんってこと。いや、バツやったら置かれへんし、あれやで、一気やで。何の話やったら、何の話やったら。炭酸一気してな。そう、これ置けたらみんなマテリアルに来て買えるよね。はい、はい、ということで時間になりました。はい、終わりました。できた。
丸が来るといいね。もうなんかあの棚卸しした感じなんか。あれやろ、なんかテレビショッピング。テレビショッピングか。テレビショッピングか。なるほどね。ここまで言うと。はいはいはい。ぜひあのシスター系の、インスタの方へっていう話なんですけど、その前にその前にはい行きますよ。はい。はい。行くよ。はい。このプレゼンありかなしか判定。出した何？ああ、はいはいはい。ということでブラウンスタイリー、ムービーズカフェマテリアル谷町に置くことになりました。はい。ちょっとね、おめでとう、ちょっとこのマテリアルに合いそうな商品をちょっとピックアップして、はいはい、来月持ってこようかな。あ、じゃあ来月それの商品紹介。はいはい、いや待て同じ内容はあかん。同じ内容はあかん。別人みたいな格好してくる。別人みたいな。内容一緒で人違うみたいな。おいおい。あかん、それでもあかん。同一内容は1回しかやれへん。じゃあこうやって持ちながら違うことする。なんなんなんいやだから自分着てきたよね。え、着たやつ売られへんやん。いや、着たやつ売らんでいいやん、別に。着て、これがあれですって宣伝してる。なるほど、はい、はい、ということで、今日は、レギュラー一発目になった、シスター K さんのプレゼンでした。ありがとうございました。はい、じゃあ行くよ、あゆみ。はい、ということでおはようございます。はい、さあやってきました。はい、お店の情報をお伝えしに来ました。はい、もうあなたのシーンでボロ泣きしてましたよ、ありがとうございます。ボロ泣きやで、ほんま。はい、はい、ね、お母さん、ヒロインのお母さん役をね、させていただきました。ボロ泣きですか。はい、ありがとうございます。はい、すごいいい作品に参加させていただいて、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、他の人に見てほしいです。はい、お願いします。はい、はい、はい、お店の情報です。はい、はい、月曜日、29日の月曜日、はい、チームラッシュ、ラッシュです。はい、走っております。はい、大阪城のあたり、はい、またね、新コースとかもできて、ちょっとね、楽しみに、そうなんや、はい、はい、してもらったらいいかなって思って、すごい走りやすいコースとかもあって、はい、それを開発いたしましたので、はい、ぜひぜひ走りに来てください。走りやすいコース。開発走りやすいコース、開発されたやつ行ってきます。はい、行ってください。はい、お待ちしております。はい、ではでは、もうそれぐらいしか今までなくて、そっか、はい、はい、新しくできたね、はい、あのイベントとかはホームページの方に入ってもらったらいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、帰ります。はい、はい、ということで、高橋さん、はい、はい、おはようございます。シネマコミケの高橋です。シネマというのコーナーでございます。はい、はい、ね、はい、来ていただきましたね、ありがとうございます。はい、はい、帰りね、電車ね、近日ね、我々見た方が多かったんですよね。あの伏せ通りの方が多くて、おーおー、ね、やっぱ伏せ映画館があったからね、その名残、近鉄奈良線のね、その名残かなと思って、はい、なんか考えてましたね。やっぱりまた東大阪にも映画館作ってほしいですね。今、静岡ならではありますけどね、ということでございます。そうなんです。で、今日はね、シスター K さん来るということでね、女性アーティストのね、はい、映画を選んできたのに、うん、歌われなかった。また引き戻された残念ですね。ね、まあ、さっきの曲良かったです ね。じゃあこのアーティストさんの映画を紹介しましょう。つなげたかったのにね、うん、もうそうやったらプラザを着た悪魔を持ってくるべきだったんですね。残念ですけどね。ではまず1個、はい、今日は歌われた曲でこれを紹介した方、はい、はい、アリースター誕生ですね。もう皆さんご存知で ね、あのレディーガガが出た作品でございますけどね、これスター誕生だからもう4回ぐらいやってるんですね、うん、あの映画に ね、はい、で1954年がジュディ・ガーランドね、はい、あのオズの魔法とかに出た賞が大人になってやってますね。で最近はレディー・ガガということでね、はい、これ曲もヒットしましたし ね、はい、そうですね、よかったんですけどね、はい、まあこれもしかもあれでしょ、これアカデミー撮ったでしょ、はい、そうです、あのレディー・ガガね、レディー・ガガ ね、うん、はい、これ新人賞やったご覧になったんですかね、新田家さん、ちょっとご覧になってないと思う。曲調がちゃうからダメですかね。うん、いやいや、あかんわけじゃなくて見てないから。あ、うん、映画に興味がない。どういうことですか。で映画めっちゃ好きやで。これは見た、見た。これ星の王子様2。いや、見たのあるよ。あれじゃあ見てないよって。星の王子様2はね、やっぱ1の方見てから見ていただく。1も小学校の時から。ああ、そうですね。はい。
全然違う映画なんですね、はいはい、でこれはまあまあおすすめなんでね、はい、見ていただいて、私サントラも気に入ってやりますけどね、ぜひとも見てくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、そして今、言いましたその、はい、ジュリー・ガーランド、ね、はい、その一作目でやった方がやったんですけど、はいはい、それが、はい、これね、ジュリー・ガーランドがの電気っていうか、ね、実話をね、はいはい、やった、ジュリー虹の彼方にという作品もありましてね、はいはい、これまあオズの魔法使いで子役でちょっとヒットして、はい、ちょっと天狗になってね、うん、いろいろやってね、いやどうしてもアーティストさんはどうしても薬の発信ですね、ああ、はいはい、向こうは大丈夫ですね、あのそんなんなくても大丈夫どういうことやねそんなんなくてもどういうことやねでもね、やっぱりあのスターになるという時はね、波乱万丈な、ね、人生を送らないとダメやなと思いました。たぶんケイさんもね、大きくなるのは波乱万丈な、はい、なおやから、はい、だからまあこれちょっと今日ちょっと調べてて、つながりね、ちょっとアリーを調べてた時に、うん、ジュディ・ガーランド出てきたんで、うん、あ、そうですね、ジュディ・ガーランド出てきたなと思ってこれを紹介して、はい、前回ウィズってね、はい、オズの魔法使いの黒人バージョンをご紹介しましたけど、ね、はい、それとつなげて見ていただけるといいかなと思います、はいはい、歌うアーティストの映画でございました、はい、ありがとうございました、はい、エンディングでございます。はい、はい、ということで今日もなんかものすごい、あの走り抜けた感じですね。またしてもテンション高かったですね。テンション高かったですね。俺次の収録がテンション落ちなちゃうかなと、ちょっとドキドキしてんねんけど。来週がね。いやいやいや。マジか、来んのか。いや、ほんでなんか言いたいんやろ。4月の18日。うん、ナイトデーの、うん、リリパを大阪ホリエコーナーストーンバー、はい、コーナーストーンバーとホリエにね、あります、はい、うん、これのね、リリースパーティーです、何回も宣伝していいっていうから、はいはい、やりますんで、はい、まだこの辺出てると思いますけど、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、僕もよく行きますコーナーストーンバーは、はいはい、という感じですけども、はい、はい、まあ今月終わりましてね、はい、はい、3月が終わって、そうですね、もう次回は4月になるんですね、早いですね、もうね、3月一気に早かった、いや、なんか3月一番早く感じた、はい、という感じですけども、はい、まあ、このね、マテリアルではどんどん新しいことにね、チャレンジしていこうということで、はい、いろんな企画を今ね準備中ですので、はい、皆さん楽しみにしててください、お願いします、はい、それでは今日はこれで終わります、ありがとうございました、はい、さよなら。